ロバート・スターリングロバート・スターリングは、スコットランドの牧師、発明家。1816年にスターリングエンジンを発明したことで有名。ロバート・スターリングは、スコットランド・パース・アンド・キンロスのメス・ベン・近郊で8人兄弟の3番目として生まれた。父親の影響で工学に興味を持ち、また、グラスゴー大学、エディンバラ大学で、ラテン語、数学、倫理学、 修辞学なども学んだが、結局進学を勉強して1816年にスコットランド教会の牧師となった。そしてすぐに、不妊した教区で多くの労働者が蒸気機関の爆発事故で怪我をしたり命を落としたりするのに直面し、心を痛めるようになった。この頃、動力源として、ワット式蒸気機関が主流であったが、効率を上げるために、ボイラーの高圧化が進められ、 それにより爆発事故が相次いでいたのである。それでも当時は安全よりも利益が優先され高圧化の流れが止まることがなかったためスターリングは安全性が高く効率的な動力源を開発することにした。そして開発されたのが現在スターリングエンジンと呼ばれるエンジンである。これは当時ホットエアエンジンと呼ばれと呼んだ1819年に 実用的なものが開発された。その後もスターリングエンジンなどの改良に努めたほか、工学機器の発明などを行った。1878年、スコットランド南部のガルストンで死去。なお、息子のパトリック・スターリング、ジェームズ・スターリングも同じく技術者である。ありがとうございます。